こんにちは、ブルーホースです。本日もデトロイトじゃない、もう、ヘビーレインです。ごめんね。やっていきましょうか。ねえ、前回は謎のセクシーなお嬢さんをプレイしてましたが、お腹を刺されて殺されるという夢、オチでございました。オチでよ、夢でよかった。さあ、イーサンに戻ってきたけど、何やら、ショーンもいない家で、すごい取材陣に囲まれてるね、折り紙殺人鬼に巻き込まれたんじゃないですか、的な感じで、すごいこう多分ね、囲み取材されるんだろうね。ほんとマスコミの連中ってね、もう闇だよね。人の気も知らないんだから。僕直接そのマスコミのああいう、こういうなんかなんていうの、個人 When 的 the に不parents 祥事で came home from church, 両all 親が their 教会から戻っ children た were 子供たちがいなくなっ gone. ていました。They searched and called for them. 両親は子 They 供たちを探 cried し、名 and 前を begged, 呼び、but it was 叫all びとま no した。avail. 子供たちの姿を見る The ことは二度とあ children りま have せんでし never た。been seen again. 何これ、誰から？あ、戻すのね。誰からかとかっていうのは特に書いてるわけじゃないと。あ、違う、あるね。え？ピーター・ラビット。何これ、ザリガニ？とりあえず立ち上がるのね。そうそう、あのね、小学校2年生の時に、あれなんすわ、あのね、隣の家がね、火事になったんですよ。当時住んでた地域の、あっちから出れるのね。だけどちょっと家の中もちょっと探索してから出よう。そうそう、当時地域で流行ってた連続放火魔っていう、まあ結局その放火魔は捕まったんだけど、当時ね、まあいろいろと言ったわけなんですわ。で、The origami figure in my hand after my blackout. It's the same one the killer leaves in the hands of his victims. でね、I've never done origami in my まあ life. 隣の家が木造建てで、まあ見事に狙われてしまったわけなんだけど、まあその時にね、その火事が起こった次の日に、まあうちもそのまあ隣接してたわけなんで、窓ガラスとかが割れたりとか、壁が真っ黒焦げになったりとかでね、かなり被害を受けたんですよ。まあ隣の家がたまたま保険に入ってたらしくって、結局そこら辺の修理代っていうのは出たから、のことなきを得たっていうところだったみたいなんだけど、なんやけど、これ窓の外を別に見れるわけじゃない。取材陣すげえ多い。めちゃめちゃ多いよね、取材陣ね。絶対出てなるものか。あとは、警察。That letter might be linked to Sean's disappearance. I need to show it to the police. 警察に見せよう。あ、そういうことね。それから、I'm the origami killer. 殺人鬼。I black 俺 out, が折り紙 and 殺 then the 人 murdering starts. は？ I know it's me. いやいやいや、なんちゅう恐ろしい。とりあえず、ひげそろ？ね？落ち着こ？あとは？疲労？What does it どうでし mean? ょうか？どういう意味だ？ Some sort of 童話 fairy か何 tale? かな？え、どういうこと？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 おう！ショーン、いるかな？実はベッドの下に隠れてたとかない？なんかスターウォーズみたいなワーシーだね。そう、あ、さっきの話に戻ると、そう、火事が起こって家もボロボロなんですわ。で、ショックが大きい中でマスコミの人たちが来てね、うちのおかんに対して取材をね、やる、言ってきたわけなんすわ。いや、ちょっと待って、これなんかうまくいかないな。あれ？なんだ？よいしょ。あ、ただ外見るだけね。バスケットゴール見えるだけね。ね、火事が起こった時何されてましたかとか、どんなお気持ちでしたかっていうのを、それをね、家の中から僕を見てたわけなんだけど、まあ今思えばね、そのテレビに、当時はね、そのテレビに映ってすげえみたいな風に思ってたけど、今思えばね、そんなさ、だって大人の立場になってみたらわかるけど、そんなさ、もうショックでしょ。隣の家が燃えて、たまたま皆さん出かけてたから、被害者とかもなかったみたいなんだけど、ねえ、そんな状況の中でさ、ねえ、どうでしたか、どうでしたかとかって聞くけど、お前ら誰の味方やねん、何のためのその取材やねんっていうところやからね、もうほっときやっていう話なんだけどな。特にこの部屋で何かするわけでもないのかな。What did I do with Sean? ショーに何をした、何かしたはずなのに思い出せない。え、But I just can't 実は remember. B さんが犯人だったっていうオチなのこれ。
そんなわけない。It looks like the ticket to a locker. ロッカーのチケットみたいだな。じゃあ裏から抜けましょうか。パパラッチに捕まったらね、めんどくさいからね。あとはなんだ。This angel on the ticket. チケットの天使の絵、前にどこかで見た気がする。ほう。ザー。残酷になれ。What did I do with Sean? I must have done something, but I just can't remember. What does it mean? Some sort of fairy tale? This doesn't make any sense. It couldn't have been me. I couldn't ever have done that. やつねえ眠ったら強くなるっていうキャラがThere's no way back for me if I've done anything to hurt Sean。まあつまりはそういうことかね。ありえそうだね。とりあえずパパラッチに見つからないようにママラッチ。I'd give anything to know where Sean is now。おうおう。そうだ。I'm exhausted。I didn't sleep a wink all night。Goddamn reporters! They've been camped outside my house all day。よし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 。見つからないように。あれ？ちょっと待って。じゃあね、記者ども。俺が、イーサン・ウィンターズだと知らなかっただろう。そうだね、ウィンターではないから。こことか。スペースボタンが。あいつじゃねえか！おいおい！本当におまぬけさんですね。あれ？ああ、よかった。このチャプター終わりじゃないね。またあれか。おーおー、どこ？駅かなんか？警察官もね。こんなところでムラムラしてきたら発症しちまうだ。ああ、誰かいい女がいねえだか。Gonna have to make it through the crowd. I'm just not gonna make it. I'm tightening up. I can't go on. Maybe I could. No time to waste. I need to find out what's in that locker. The luggage lockers. They're on the other side of the station. I can't make it. Too many people. Too many people.だからあれか、足があれか。え、ちょっと待って。オッケー、もうちょっと耐えた、もうちょっと耐えた。筋トレしてる時の俺みたいな、スクワットしてる。え、どうした？過呼吸？まさかの？倒れるな、倒れるな。完全に挙動返してる、大丈夫か？いや、持ちこたえろ。イーサン、お前ならいける。カビの力でなんとか戻ってくるのじゃ。あれ？時を止まれ。そうだ、ここは私だけの世界。今なら好きにセクハラができる。おじさんに興味はない。え？え？は？ダッド。あ、ここでまさか。Dad, where are you? ここだよ。Jason! 歌っとる、ジェイソン。Dad! Dad! いるいる。Jason! ジェイソン?ちょ、この際、この際、もうなんか、Jason! 投げ倒して。Jason, come back! The balloon! Gotta get the balloon! 風船を追うんだ。その風船どこよ。風船どこ行った。 You gotta be kidding. This is driving me crazy. はまったはまったはまった。ジェイソン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 、Dad's here, son. ちょっと邪魔だって。ジェイソン。It's Jason. He's there. He's right there. This time I'll save him. あ、痛い、ジェイソン。The balloon. Gotta get the balloon. Balloon.
バルーンじゃなくてボルーン。The balloon. Gotta get the balloon. だい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 。ジェイソン、あれ？ああ、もうみんな。Excuse me. 大丈夫ですか？で声をかける。周りに誰もいないね。そして人はいなくなってないね。ああ、めっちゃ怪しんで見られてる。え、こう銀行なのか？バンコブリアリバティってやつですな。連邦準備金庫と言ってそれはない。コインロッカー。コインロッカー、バゲージロッカーズ。コインロッカーの中に何かある。The lockers. Now I've got to find the right one. 1. Line 18, box number 3. 18列の3番ロッカー。そういうことね。このおじさんには何か話しかけた方がいいのか。うん。特に何も言ってこないね。Made it. I made it. I managed to get through the goddamn crowd. 今から抜けるのが一番なんだね。18番の3列目。18の3列目。18. The lockers. Now I've got to find the right one. ちょっとさっきのジェイソン。A nightmare.The whole thing was just a fucking nightmare. 18. Jason is dead. Jason は、でも心の中ではいつまでたっても可愛い可愛い子供だよ。Now I've got to find the right one. あった18、あった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 、ちょちょちょ無視しないで。18の3番だよね。あー、こういう時にあれだよね。The lockers. Now I've got to find the right one. 18の上、あったあったあった。番号は分かってんだね。すごいな。ティーキン、さあ中に何があるか。オープンセサミ。折り紙大量だったりして、なんか子供の首とかじゃない。あ、はい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 。なるほど、ここで繋がってくるのね、スコット。そうよ、前回ね、強盗に会いながらもね、なんとか命からがら手がかりを得ることができたんですよね。何回も強盗に見つかったけど、これは一体何なんだ。一体誰が。一方その頃モーテル部屋。あ、さっきのお姉ちゃん、もしかしてこれモーテルね。え、前回も違ったわ。違った、前回のパートに出てきたセクシーお姉ちゃんかと思った。白の水玉のおパンティー入ったね。モーテルに、あれ家捨てたの？あ、そうか、今家帰れないもんね。そういうことか。ああ、終わった。あ、じゃあコンパートは一旦区切りということで、じゃあここは続きからね、やっていきたいと思いますので、また次回お会いしましょう。バイバイ。